大和ピアラブです。日本維新の会の衆議院議員の足立康議員が露骨なまでに統一協会を擁護していました。ツイッターで統一協会のことを 批判している人に対して反論もしていました。えー、なぜ足立康議員がここまで統一協会を擁護しているのかというと、この日本維新の会というものが統一協会の参加だからでした。 日本維新の会の松井知事は、えー、もともとはですね、この松井知事のお父さんが笹川良一さんの子分でした、えー。そして笹川良一さんは、えー、統一協会と深く繋、えー、がっていて、統一協会の顧問でもありました。 えー、そして、まあ、今現在ですね、この今現在の維新の会の総裁が、えー、笹川良一さんの、えー、この流れをね、受け継ぐ、長道院さんになります。えー、そしてこの長道院さんや、えー、息子の松浦大輔さんというのは、統一協会と深くつながっております。 えー、従ってですね、この維新の会は、もう統一協会の株政党なんですよ。うん。えー、松井さんがね、その統一協会と関係がある人を調べる云々言ってたけど、絶対にそれはありえないですよ。口だけ。なぜならね、統一協会と関係がある議員って言ったら、松井さんになるんですよ、それ。 うん。だって自分のお父さんが笹川良一さんの子分だったんだから。うん。だから、その時点でもうありえないんですよ。松井さんが自分なんだから、それ。うん。なのでね、この、この維新の会っていうもの自体が、もう統一教会の歌舞伎、政党なんで、うん。そういうことになっております。うん。だからね、あの、統一教会とか、総価学会と、 え、深いつながりがあるね、駒崎弘樹さんと、えー、足立康さんがね、揉めた時も、もう、えー、足立康さんに対してね、松井さんがものすごい怒ったんですよ。うん。もうなぜかって言ったら、もう統一協会とか総価学会っていうのが、維新の会のこの、オーナーみたいなもんなんだよね。うん。だから、その、 オーナーに対して何をやってるんだっていうことで怒られたわけですよ。安達ちやさん,、うん。で、安達ちさんは駒崎裕樹さんに対してものすごい謝ったわけ。うん。ということでね、もうこの時点でその力関係がわかるんですよ。うん、日本維新の会よりも、統一協会とか総価学会っていうのがものすごいこの上の立場にあるっていうことなんですよね。うん。ご視聴いただきありがとうございました。